ジャニーズといえばスマップや嵐など国民的と呼ばれるグループを輩出し、誰もが知る大手の芸能事務所ですよね。先代のジャニーさんが一代で事務所を築き、その名であるジュリーさんが後を継いで、たくさんの男性アイドルグループを送り出しています。その一方で事務所から巣立っていくタレントも増えていて、最近では滝沢秀明さん、三宅健さんが退所、キング&プリンスの岸優太さん、平野紫耀さん、神宮寺優太さんが退所の意向を示しており、大きな騒動と混乱を招き、世間から今後の事務所の方針や動きに注目が集まっています。これからのジャニーズ事務所を心配する声もある中でも、変わらず人気があり、今最も一押しのグループはあります。今回はそんな今熱いジャニーズグループ3組を紹介するとともに、現在見えているグループの課題についてもお話ししていきます。 SnowMan 2023年5月26日から7月2日に初のドームツアー、 SnowMan ファーストドームツアー20232度目を控える SnowMan、 デビュー以来ミリオンヒットを連発し、未だに衰えない人気ぶりで、ジャニーズに興味はなかったけど初めてジャニーズのグループにハマったという声も多く聞きますよね。アクロバットと9人の息がぴったり揃ったフォーメーションダンスを得意としていて、これまでのジャニーズの王道キラキラアイドルのイメージとは違う、プロのダンサーも認めるダンススキルの高いスタイリッシュさで新たなファンを多く獲得しています。また下積み時代の長い苦労人が多く、ジャニーズの伝統である舞台滝沢歌舞伎の主演を滝沢秀明さんから継いで務め、2023年4月8日30日まで上演された滝沢歌舞伎ゼロファイナルは大盛況のまま幕を閉じました。最近ではメンバーここでの活動も光っていて、特に目黒蓮さんは2022年の朝ドラ舞い上がれ中途失調者という難しい役の演技が光った、サイレント、単独での映画初出演となった月の満ち欠け、2023年公開の私の幸せな結婚など、俳優として目覚ましい活躍を見せています。他にもラウールさんのパリコレ出演や、阿部亮平さんのクイズ番組のレギュラー、岩本照さんのサスケ、三宅健さんの後を引き継いだ佐久間大介さんの NHK みんなの手話など、それぞれが演技やモデル、バラエティなど自分の得意分野を生かして活動しています。2023年4月からは冠番組それスノーマンにやらせてください、地上波ゴールデンタイムに進出し、まさに今飛ぶ鳥を落とす勢いのあるグループです。ファンクラブ会員も100万人を突破し、舞台もライブもチケットが取れないほどのスノーマン旋風を起こし続ける、これからますますの活躍が楽しみなグループです。そんな大人気のスノーマンですが、多忙ゆえに心配される課題もあります。2023年4月28日に初回放送された冠番組それスノーマンにやらせてくださいの中で、日本の高校のダンス部、芸能人ダンス選抜チーム、世界一の小学生ダンサーチームとスノーマンがダンス対決するという企画が繰り広げられました。約1ヶ月の練習期間で、課題曲の3曲と自由曲の1曲を合わせた4曲でパフォーマンスを披露し、スノーマンはリーダーの岩本照が振り付けを担当し、メンバーそれぞれが超多忙なスケジュールで全員が揃わない中で猛特訓を重ねていました。結果は世界一の小学生ダンサーチームをスノーマンが表現力やストーリー性あふれるパフォーマンスでわずか1ポイント上回る優勝でした。ゴールデンの初回ということで、これまで放送された人気企画を放送しましたが、スタジオにはゲストもいるのにトークがほぼなかった内容に、ダンス企画はありがたいけど、せっかくスタジオにゲストがいるんだからオープニング挨拶とかスタジオトークとか笑いも欲しかったと、ひたすらダンス対決を流す内容に視聴者から不満の声が上がっていました。また滝沢歌舞伎や新曲の MV 撮影のために練習の時間が取れないシーンが放送され、メンバーの忙しさを知るファンからは、これだけ忙しいと通常回の収録とか間に合いそうにないもんね、みんなご自愛くださいなど体調を心配する声も聞かれました。現在はスタジオ収録もスケジュールが厳しいようで、ファンからも事務所からも期待も高まっているだけに、ストイックに仕事をするメンバーの体調が心配されています。なにわ男子、2021年11月12日に発売されたデビューシングル「ウブラブ」は初週売上 70.6 万枚を叩き出し、発売同日には万博記念公演で民放各局の朝の情報番組に生出演、チャーター機で大阪から東京へ移動した後、羽田空港の飛行場内にある JAL 格納庫で報道陣に向けて CD デビューイベントを開催したなにわ男子。その華々しいデビューからジャニーズ事務所も力を入れて推してきている印象でした。そんななにわ男子ですが、関西初の王道キラキラの王子様のイメージでありながら、笑いも取れるというオールマイティな部分も兼ね備えていて、バラエティ番組には引っ張りだこです。またメンバー全員が個々にドラマや映画の演技の仕事を持っていて、道枝駿佑さん主演の今夜世界からこの恋が消えてもは日本のみならず韓国でも大ヒット、高橋恭平さん主演のなのにちぎらくんが甘すぎるのスマッシュヒット、長尾健人さんの大河ドラマ出演などが話題になりました。グループでは2023年夏放送の24時間テレビのメインパーソナリティに就任し、
さらにお茶の間の人気を獲得していきそうな勢いを感じます。そんななにわ男子ですが、現ジャニーズ事務所社長であるジュリーさん、その娘のお気に入りと言われていて、王道ジャニーズの筆頭だったキング&プリンスの脱退騒動の煽りの矛先になってしまいました。もちろんなにわ男子のメンバーに非はありませんが、そういった噂であまり良くないイメージが一部でついてしまったのも事実です。これからの活躍でそういった言われのないイメージを払拭してもらいたいところですよね。2023年7月12日にはセカンドアルバムポップモールが発売され、それを引っ提げたアリーナツアーが予定されていて、24時間テレビと合わせて多忙な夏になりそうですが、いろいろな経験を積んでますます成長した彼らに会えることを期待したいですね。美少年、現在次にデビューするグループの筆頭にいると言っても過言ではないジャニーズジュニアのグループ美少年。ジュニアながら開催した単独アリーナツアーは大盛況で、オリジナル曲もデビュー前にもかかわらずかなりの数を持っています。また2020年の真夏の少年1945-2020、2021年のザ・ハイスクールヒーローズ、2022年の友達ゲーム R4 とテレビ朝日系列で放送されるおしどらサタデー枠でグループで主演を務めています。2023年には浮所飛貴さんが出演したスキスキワンワン、岩崎大将さん、那須雄登さん、藤井直樹さん、金指一世さんが主演を務める春は短し恋せよ男子と演技の仕事が続き、事務所から押されていることもよくわかります。全員がイケメンでキラキラのアイドル路線の美少年は、次世代のジャニーズを引っ張っていくグループとして期待されているように感じます。パフォーマンスが進化中の彼らのこれからの活躍が楽しみなところではありますが、一方でドラマや映画、舞台、バラエティと以前のデビュー前のジュニアの露出と比べ頻繁に見かけることが多いため、いざデビューとなった時にまだデビューしてなかったのといった新鮮味に欠けることが懸念されます。事務所もそうならないような売り出し方をするとは思いますが、デビューの際にはこれからの彼らが何をやってくれるのかワクワクできる展開になることを期待したいですね。今回は今ジャニーズで熱いグループを3組紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。グループの人気もさることながら、ジャニーズ事務所としてもこのグループに引っ張っていってほしいという期待を感じますね。と同時に不安視されている点についても考察してみました。3組ともポテンシャルの高いグループなので、これからの活躍を期待しつつ温かく見守っていきたいですね。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。